FCFC ラジオタントーク。あなたのお耳に外国語大学。どうも、タフス FC ラジオファントークです。私が、進行を務めます、銀です。よろしくお願いします。そして本日のゲストは、はい、レバンドフスケです。よろしくお願いします。ということで、はい、実質なんか聞いたことある2回目みたいな気もしますが、レバンドフスケさん、レバフーさんに来ていただきました。ということで、まあいろいろ、まあ3年生ですね、もう3年生で、はい、いつから留学ですか？今年の9月の末からポーランドに行きます、うん、はい、ということでポーランドにね、行かれるということで、ちょっとまあ珍しいんじゃない、ポーランドっていう国自体が。そうね、ですね、大学でも学んでる人の数も少ないですし、うん、日本国内だったらもっと少ないんで、あんま聞いたことないのかなって思います。でもフースケ、ちょっとさ、ポーランドゆかりじゃないけどさ、知ってる人がいたりとかさするじゃん、うん、ちょっとポーランドの紹介できる。まあそうですね、うん、レバンドフスキーが、うん、はい、サッカーの有名な選手でいうとレバンドフスキーっていう、今バルセロナにいる、うん、世界的なフォワードが有名で、うん、まああとはナチスドイツに蹂躙されたりしたっていうので、歴史的にも割と有名かなと思います。なるほどね、はい。ポーランド自体はポーランド語だよね。ポーランド語です、はい。それ難しい、やっぱ。まあ難しいですね、なんか文法とか特に、うん、文字難しくないんですけど、あんまり。じゃあ割とポーランド語を向こうで勉強する感じになるのかな。まあ諦めて英語にしよっかなって思ってます。なるほど、はい。まあ確かにその汎用性ないもんな、ポーランド語な。そうそう、はい、いいと思う。そう、まあそんな3年生でね、まあ、うちのチームじゃ上級生で、もうすぐ留学を控えてるフスケさんですが、そうですね、今日は3年生なのでしっかりテーマを決めて話していこうということで、まあ、あのヒロトからワンピース考察やってくださいって言われたんですけど、まあ、ワンピース考察をここでやるのも意味がわからないし、そう、モッチー先生とかいるからそうですね、やってくださいって話になるので、はい、なので今日はちょっとサッカーと絡まして、ワンピースでベストイレブン作ってみようということで、やっていきたいと思いますので、ちょっとフースケにはあのワンピースのキャラクターをちょっといろいろ思い浮かべて、はい、最強のベストイレブンを作っていただきたいと思います。はい、いきますか。じゃあもう本当埋めたいポジションからでいいですよ。こいつはここだろう。まずサイドバック、左のサイドバックからなんですけど、まあ、僕的にキザルを置きたいですねキザルにオーバーラップさせてセンタリング上げさせたいっていうのがあって。なるほどね。なぜかというと足が速い単純にね単純になんか蹴りも強いしな、はい、キック力もあるし、ね、強いですね、はい、そうですねどっち、縦で行く系の左サイドバックなのか、1個こうカットインするタイプの左サイドバックなのか。まあどっちもできると思うんですけど、まあ縦かな。なるほどね。まあ縦だよね、縦ぶっちぎり系ね。縦ぶっちぎり系ね。ああ、いいね、いいじゃん。まず左サイドバックにキザル来ました。はい、でシステム4バックで組みたいんですけど、うん、センターバック1枚白ひげ。おお、そっちで使うんだ。うん、なんか後ろに4個置きたくて
っしり構えてほしいからっていうのもあるんですけど、あとみんなに親父って呼ばれてるじゃないですか。統率力がえぐいんで。確かにね。白ひげニューゲートで1枚は、もう1枚ワントップに、相手のワントップにスクワードいても一旦保留でスクワード、ワントップでスクワード一発ありますけど、そうでも一発狙ってても白ひげでいい一発狙ってても白ひげで大丈夫ですね。ああそう、耐えるんで、その後、はい、まあ関係ないもん、ただこうやって抱きしめるだけだ、はい、そうっすもん、大丈夫。じゃあ埋めてこうと、まああと、うん、なんだろうな、ドフラミンゴとかセンターバックを期待する。なるほどね、はい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 、ちょっとサイズ鳥かごでもう、うん、はい、もうコート仕切っちゃってボール出ないんで、もうあれで。確かにね、そのポジションどこでもよくない、はい、確かに確かにそうっすね、うん、じゃあ白ひげと、白ひげミンゴのツーセンター、センターバック。そうですね、白ひげミンゴ で左にキザ抜いて、右フォーバック、右難しいな別に右も左も変わんないけどねそうなんですよね、キザル置いたらやっぱ青生地とか置きたいですけどね、その見た目的に。ああ、まあ確かにね、美しいよね、そっちの方がね。美しいですよね。うん、青生地かな、うん、青生地。とりあえずなんか、穴埋めで青生地入れますね。全然穴埋めキャラじゃないよ。かなりヘビーキャラよ。で、うん、ツーボラが頭いい選手がいいんですけど、作中で頭いい人あんまり、確かにワンピースっていないかなって思ってて、脳筋ばっかか、確かに。ずる賢いっていたっけ、ずる賢い。あ、まあ、クロコダイルとか、そうか、国乗っとるし、うん、まあ、クロコダイル1枚入れますか。入れますか。はい。まあ、まあ、だからもう、サイズ感すごいね、今んとこね。バカでかい。そうですね。バカでかメンバー。まあ、ちょっと挑戦台みたいなのイメージしてます、ね、サイズ感は。確かに。クロコダイルが後ろからドーンってきたら、ただもんね、痛いし、これ。痛いっすよ。痛いから、ドーンってなるから。クロコダイルと、うん、マルコとかで、それこそ。ああ、不死鳥ね。あ、いいかも。不死鳥ね。なんか、ボランチっぽいわ。ボランチっぽいっすよね。うん。あと、頭切れるし、あの人。うん。賢いから、確かに。どっちかっていうと掃除屋っぽいもんね。そうですね、守備型ボランチだもん、マルコ。マジでそんな感じしますよ。確かに。クロコダイルは多分ヘディングとかも強いし全然こっちか。クロコダイルなんかヘディングしすぎた髪型してますけどね。そうそう、もうヘディング潰れちゃってるから、ヘディングのマツコみたいな髪型してるからそう、だからクロコダイルの多分空中戦と、まあマルコも飛べるけど、マルコ飛べるけど、多分基本的にはこうカバーに入って、クロコダイルが競ってどんどん前に弾いていくっていうスタイルかもしれないね。まあそんな感じですね。うん。左サイドがゾロで。おお、サイドゾロ。いや、なんか個人的にその、ゾロを真ん中に置くっていうのがあんまイメージなくて。あ、そうなんだ。なんか参謀キャラじゃないですか、うん、麦わらの一味だったら。なんかやっぱ真ん中は船長とか置きたいから、うん、でゾロ好きだし、
円満使えるし、うん、なるほどね。はい、どういうサイドハーフにするの？その後ろはさ、もうキザルがどんどん上がってくるじゃん。おにぎりでカットインさせますね、うん、ゾロにはギュンってこうやってでカットインする。もう相手ごと切っていけないから。なるほど、ね、じゃあカットイン系ね。カットイン系です。カットインシュートの左サイドハーフね。そうですね。確かにまさにカットだもんね。ああいいっすね。いいねいいね。右、うん、右エースかな。エース置きたいな。エースですね。おお、なるほどね。危険なエース。はい、青木ジエースと縦で並ぶわけだ。そうですね。なんか寒暖差でもきついし、フィールド上のもうそこ。なるほど、ね。ユニフォームとか長袖と半袖どっち着ていいか分かんないですよ。分かんないです。サイド相手の左選手は、はい、相手の左サイドハーフがちょっと気温で困るっていうね。気温で困りますね。オーバーラップしてったらいきなり寒くなるもんね。そうですね。めっちゃ暑かったのに。なるほどね。それいい作戦で、ね、嫌な作戦だね。嫌な作戦ですよ。どういう系のサイドハーフだろう。まあエースは結構なんかカバーリングがうまいから守備型でもいいんですけど、攻撃もできるし、マルチプレイヤーですね。マルチプレイヤーを右のサイドに置いたって感じで。じゃあゾロのシュートのこぼれ球とか詰める？あ、もう全然詰めますよ。詰めよう詰めよう。じゃあゾロがカットインしてシュート打って、キーパーが弾いたやつをエースがうんって決めに行くみたいな。かっこいいですね、なんか。いいね、確かに。優雅になるもんね、なんか。火でこうやってヒューっていくからさ。詰めるのもかっこいいよな。ずるい。かっこいいっすよ。ダサくならんよな。いいね。よし、4-4できました。あ、4-4-2 ですね、だから。あ、でもトップ下ですか、はい、トップ下、そうですね。トップ下誰がいいかな。え、なんかこれまでめっちゃかっこいいキャラできたじゃないですか。うん、割と。一枚なんかいじられキャラみたいなの置きたいんですよ。あ、トップ下に置くんだ。そうっすね。ジュゴンとか。ジュゴン？何、ジュゴンって誰？クンフージュゴン？あの、アラバスタの動物ですよ。うん、だよね、クンフージュゴンか。はい。あいつ、プレイできる？いや、あんま想像できないっすね。うん、1?ジュゴン 1? ジュゴン1っすね。1か。なかなかあいつできんぞ、何も。あいつ聖剣好き。周りが。聖剣好きしかできないっすね。どう振る舞わせるの？トップ下のポジションで。まあ、こぼれ球狙う聖剣好きしかないでしょ。確かにね。確かに。だから、ワントップにごついやつがいれば、あとゾロがちゃんとそこで突破できれば、まあワンチャン狙えるかなっていう。うん、じゃあ動き回らずもうフィニッシュに集中のタイプの2列目。そうですね。カバーはもう後ろ2枚任せて、うん、守備ははい放棄して、うん、政権好きで、うん、15番は。なるほどね。なかなか、はい、このメンバーから信頼を得てるね。お前が決めてこいみたいなところで、ジュゴンが。そうっすね。いいね。オッケー。じゃあ、ラスト。ラストピース。ラストピース、シャンクスかな。シャンクス、好きだし。あー、シャンクスワントップね。シャンクスワントップで。うん、そりゃ、カムサリで一撃ですね。うん、そりゃ強い、ハーフコートから。ジュゴンいらない説出てきますけどね。ジュゴンいらない。もう。確かに。一気に行くからね、ゴールとビョンって現れるからね。そうっすもん。確かに。だから、変な話、キザルの奥に蹴って、もう、ピュンピュンってクロス蹴って、カムサリビョンって行った方が、決まるかもね。いや、早いっすよ、そこの攻撃は。うん、そうめちゃめちゃ。テンポいいし。これ配球は誰がするの？この蹴り入れるのは誰がするの？
白ひげのグラグラで飛ばすとどっか行っちゃうから、やっぱクロコダイルのサーブルスで、なるほどね、うまいとこ飛ばして、ここを止めるのね、砂でね、止めますね。なるほどね、確かにそれが一番いいかも。単純いいっすね、それは。単純、はい、で弾いてきたのはクロコダイルめっちゃ活躍するやん。クロコダイルめっちゃいいっすよ。でも砂なんで結局その能力負けする可能性があるんで。確かにね、そっか、相手との1対1で、うん、そこでマルコとか、うん、白家とかカバーする、任せて、うん、はい、なるほど。ちなみに最後監督決めましょう頭良くないといけないっすね。うん。うん。でもな、熱い監督がいいんですよね、僕。うん、ガープとか。ああ、まあ、ぽいね。ぽいっすね。なんか、信頼されそうじゃないっすか。うん。その、で、ガープは、自分も現役の時はめちゃめちゃ活躍したんで、うん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 、選手からもその尊敬の目で見られてますし、うんうん、いいのかなって思います。なるほどね、だから体罰系ね、どっちかっていうとそうですね日大系とかではないですけど俺、はい、カットっすか今んとこ今んとこはまあ俺が卒業生だからいいでしょうあらすはい、ということでよし、こんな感じでちょっとベストイレブン決まりましたので、まあなんかやってみて、まあ何をやってるんだろうって思った瞬間はありましたけど、はいはい、まあでもこういうのも面白いかなというふうに思いましたので、最後ねこのチームと、まあ、どんなチームで戦うかなっていうのを皆さん考えてみてもいいんじゃないでしょうかということで、最後に、はい、じゃあフースケから全体でサッカーのことでもいいし部のことでもいいので一言お願いします。はい、まああと残り後期リーグが5試合とかあるんですけど、まあみんなで精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、本日の監督は以上となります。お送りしましたのは、私が、フルボディと、はい、黒淵ですありがとうございました。